今月10日、小矢部市で見つかった野鳥の死骸から検出された鳥インフルエンザウイルスについて県はきのう致死率が高い高病原性の H5N8 亜型だったと発表しました県によりますと見つかった死骸を国の機関で検査した結果致死率が高く感染力が強い 抗病原性の H5N8A 型が検出され死骸が見つかった地点から半径10キロ圏内で異常はないということです先月22日に親部市の養鶏場で発生した抗病原性鳥インフルエンザについて今月19日に収束宣言を出した県は今回の感染確認に対して 鶏や卵の運び出しは制限はせず野鳥の監視を続けるとともに県内の養鶏業者などに感染対策の徹底を求めています。